どうも、トンネム学園です。今回は再開発で変貌しつつある五反田を取り上げます。五反田といえば夜の街、風俗街というイメージが強いのですが、最近は IT 企業やタワマンなんか建っちゃって、ちょっとおしゃれな街に変貌しつつあります。と言っても五反田は五反田。ちゃんと昭和は生き残ってるんですよ。それでは昭和の五反田を探索しながら、もちろん闇市の痕跡も巡っていきます。じゃあ始めます。まずは五反田の象徴歓楽街を見ていきましょう。五反田の歓楽街は駅の東側に集中しています。駅前の歩道橋から眺めていますが、この一帯が五反田の歓楽街です。ここは歓楽街の中心、有楽通りです。では早速探索してみましょう。この小さな路地、ちょっと入ってみましょうか。駅前というのに、裏路地には戦後の闇市の面影が残る飲食街がまだありますね。昭和レトロ感があって人気だそうです。ちょっと寄り道しましたが、この一帯が五反田の歓楽街です。今はラブホテルが林立していますが、数年前までいかがわしいお店ばかりでした。まあラブホテルもいかがわしいんですけどね。ここ五反田の歓楽街の始まりは大正時代です。この辺りに温泉が発見され、温泉旅館ができてからあっという間に花街に発展していきました。最盛期には芸者や58軒、芸者220人、料理店25軒、待合45軒を有する東京屈指の花街でした。時代の流れとともに花町としての機能は低下し、今のように飲食店や風俗店、ラブホテルなどが集積する歓楽街となったのです。いかがでしたか？それでは五反田駅の西側に行ってみましょう。ここは JR 五反田駅の西口です。ここからぐるっと探索してみましょう。五反田の西側は再開発もされず、昭和の趣が残っていますね。山手線の各駅前は再開発が激しく、特に西武方面は渋谷を筆頭に再開発ラッシュと言っていいでしょう。川沿いは戦後、多くの露天商が集まり、大きな闇市が形成されたのためか、再開発がしにくいエリアなのかもしれません。
大崎橋から目黒川沿いに歩いてみましょう。ここ五反田商店街も昭和レトロ感が味わえる定食屋やスナックが林立していますね。この辺りで働くサラリーマンに人気のお店ばかりです。後ろに見えるのは東急池上線の高架駅です。そしてこの辺り一帯は戦後闇市が広がっていました。そして今でも闇市の館地跡があるそうです。それがこのホテルの中にあるそうなので早速行ってみようと思います。このホテルロイヤルオーク五反田は1988年に開業し、まさしく闇市マーケットがあった場所に建てられました。そして闇市の館地になったのがこのホテルの 1,2 階にある飲食街です。では覗いてみましょう。現在スナックやお料理屋など約50軒が集まる人気のスポットになっています。闇市の館地らしく一軒一軒がこじんまりとした店構えですね。では2階に上がってみましょう。吹き抜けになっていておしゃれな感じですが、闇市の館地とあってどこか昭和レトロな感じがします。いかがでしたか？五反田駅周辺には闇市からのお店が何か所か残っています。例えばガード下のこの数軒のお店もそうですし、向かい側のこの小さなうどん屋も闇市の名残でしょう。池上線の高架下は大崎広小路までずらっと露天商が連なっていたそうですが、今はおしゃれなバーや飲食店、雑貨店になっています。いかがでしたか？五反田は。次回は若者で人気の街中野を取り上げます。中野には有名な昭和レトロな商店街や飲食街がありますが、果たして闇市の痕跡はあるのでしょうか。楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。では次回中野でお会いしましょう。じゃあ。